くなら敵はどっち？これでどう？まだやれる。ヘルプだ！そうじゃない。やっちゃう。やってやる。いただいている。おお、ジョーカー。ボコボコにしちゃう。クイーンの戦闘を戻って。戻って。起き上がれ。うん、ありがとう。僕な。敵を見た。余裕だな。顔に書いてあるぞ。奪い！おお、ジョーカー！
よし。弱すぎて相手にならないね。何か。研ぎ澄ませ。どこか。なるほどね。なあ、あのね、何か。あれが例の IT 社長か。私、行ってくる。一人で？みんなで行くと警戒されるし、それに IT 社長とか私の出番っぽいし。任せてみる？任された。まるで初めてのお使いだな。タフなミッションになりそうだ。んなこと言う余裕があるんだし、いけんじゃね。危なくなったら大声出すんだよ。その格好っていうか、なんで窓から。だって鍵かけて出てこないんじゃ窓しかなくね。あ、でも気持ちはわかる。自分のお部屋最強だよな。女の子確か IT の人だよね。話が合いそうな空気あるな。そもそも君は誰？ん？そのマシンは君の？気になる？自作したの。こりゃすごい。モバイル機種でここまでやるとは。ベンチマークとかやばい数字出るよこれ。まあ普段は手強いとこ暗くする時のサブプロセッサーにしてるやつだけど。クラック最メジエドって知ってるか。それはもちろん。聞いて驚くな。いや驚け。私がメジエド本人だ。え、信じてないな。ほらこれ、これあん時のプロジェクトサーバーの。私の腕が欲しければ紹介状をくれ。
んてこった、我々の用意したサイトがこんな子供に潰された。社長さんが…そうだよ。だがどうして潰したんだ。だって私は書いた…単純にメジエドの名が勝手に使われて許せなかっただけだ。なんで怪盗団にメジエドを仕向けた。メジエドを選んだことに大した理由はない。名が知れてたし都合が良かっただけさ。怪盗団は匿名の相手は狙えないって分かっていたからね。そんな理由。自作自演で倒されるはずが本当に潰されて、私も明智君もあの時ばかりは驚いたよ。まあもともと畳む予定だったから計画に大きな破綻は起きなかったけどね。おかげで怪盗団はぬか喜びとも知らずにひとときの絶頂を堪能したんじゃないかな。ネットなんて悪用してなんぼだろ。いや悪用なんて言葉自体当てはまらない。法律が想定もしてないイノベーションこそネット活用の本質であり醍醐味。お前てか君もメジエドならわかると思うけどさ、情弱どもが踊らされんの見るのはぶっちゃけ三流だな。あ？スキルも三流だが人としても三流以下の匂いがプンプンするぜ。一緒にすんなよ。私はな、世直しするんだ。急にくだらないことを言い出したな。まさかサイトを潰したのも世直しか。そうだ、なんたって怪盗団だからな。な、弱いやついたぶってイノベーションとか、さすが三流。やっぱ根っこの指導からバンしなきゃダメだな。紹介状渡してもらうぞ。誰がわ、まずはパソコン勝負な。あ、寝言言うなガキ。この手で楽にしてやる。みんな結局こうなるのね。まあ、持ってることさえ確かめちまえば。こう、これでどう？ったく。
どのメディアも指導総理に太鼓判ですね。国民の期待もますます高まってるようです。ここまで来られたのもお前のおかげだよ。まさに二人三脚だったな。光栄です。そこで一つ頼みがあるんだが。何でしょうか。廃人化ビジネスの乗客たちだが、お前の不審だと思うやつをまとめてし、今このタイミングでですか。そうだ、早ければ早いほどよい。どうして急に。何か。いや何もない。ただことが起きてからでは遅いだろう。ナーバスになるお気持ちは分かりますが、焦らず選挙後でもいいのでは。総理就任前にゴミはきれいに片付けておきたいのだよ。完全なる勝利のために不安の芽は全部摘み取っておく。不安って、今までそんなこと一度も。指導さん、あの、私に歯向かうことの意味分かっているのだろうな。お前は私の言う通り動けばいい。頼んだぞ。突然すぎる。まさか。安全。書くか。
よし。やばいよ。お前らしつこいの。そこまでしてわしの玉が取りたい。どこの組だもんじゃ。組？組って人形的なあれじゃねえ。処理って決してぽいみたいな。やばい、本物。シドのやつ、裏社会とべったりか。紹介状、お墨付きをもらうにはどうすればいいの？おい、わしゃ、おめごとのもみ消しや愛人家の後始末でな、用があるならいい。
紹介状だの？ですよね。実は入れ墨のデザインを提案しに来ました。入れ墨？彼、絵が上手い画家なんです。どういうことだ？入れ墨のデザインなど。ユウスケならやれるかなって。何を揉めとる？見せてみろ。ユウスケ描けって。絵は絵だろ。では俺が描くもの。ダメだ。わしに似合う神々しい方を描け。それ以外は認めん。ほう、この言い訳か。口だけの自称画家が。口だけではない。どんなものでも描いてみ。紙と筆をできた。おい、これ入れ墨の絵じゃねえ。怪物？ここがすごいけど。芸術爆発。俺にとっての鳳凰はこれだ。こりゃダメだろう。斬新じゃ。気に入った。ありがとうございます。うまくいったっぽいね。では紹介状を。条件がある。小僧、わしのお抱え彫り師になるや。スカウト？断る。ならば紹介状は渡。俺の絵の道は俺自身で決める。もう誰の世話にもならん。分かったら紹介状を出せ。出さぬのなら奪い取るぞ。鳳凰など到底似合わぬ。ドバトからな。ほんどりゃ、処理じゃ。腹裂いて私引きずり出すら。結局やんのかよ。
下がってる。はい。なじったぜ。これだろ。ありがとうね。助かったよ。これでどう？さすがジョーカー、神一重だ。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。そんな。ちょうどいいのだ。ありがとね。
その気骨見上げたもんじゃ。よかろう。船内で暴れ回ったこと、本来ならば処理の対象じゃが、まあ必要なかろう。見逃すということか。お前らみたいな強者に入り込まれるとは大惨じゃ。船長はいい雇い主じゃったが、真珠はごめんこむるわい。達者。認知上の人物としては意外だな。政治家は日陰の人脈とは親しくならない。きっと現実でも金銭だけのつながりなのよ。そうに違いない。やっと5つ揃った。これで本会議場に入るんだっけ。ええ、そこにおそらくお宝が。紹介状集めで他の場所はほとんど回ったから間違いないと思う。絶対お宝奪ってやる。分かってると思うけど、今回の予告状は今までとは重みが違う。予告を出せば死んだはずのジョーカーが生きていたって相手に知れる。背水の陣よ。負ければ今度こそ俺たちの人生も終わり。そんなの嫌よね。
足りめえだぜ。決まりだな。問題はどこにどうやって出すかだけど、どうせ出すなら最高に派手にやろう。凝ったトリックも全部この時のためだったんだし。というか実際派手にやらないと小さなリークじゃ握りつぶされる。今回は手紙にこだわらなくていいのかも。ついに私の出番来たな。これどうしたの？なんでもない。まあ長いしてまで考えることじゃない。よし、久しぶりだね。てめえは！なんでここに？まったく、僕を騙すとは恐れ入った。甘く見ていたよ。本当に面白いやつだよ、君は。口数は少ないけど、行動力も度胸もある。こんな立場じゃなきゃ、いいライバル同士になれたのかもね。君、最高だね。君は今までの自分とか人間関係とかそういうものにとらわれない。いつだって心が自由だ。僕とは反対。心底羨ましいよ。なんであと数年早く出会わなかったんだろうね。よし。明智。でもたらればの話しても現実はそう。あなたどうして指導なんかに協力してるの？パレスの景色を見たでしょ。あいつの本性は。協力？何言ってんだよ。俺にはこんな国どうでもいい。全ては指導正義に、父に、この俺を認めさせ。指導か、父親。前に教えてやったろ。俺の母親は悪い男の愛人だったって。つまり隠し子さ。あの男にとって俺は存在自体が醜聞。母も俺を産んだせいで不幸になって死んだ。生まれることを望まれなかった子供。そんな。恨み抜いたよ。けど奴は当時もう与党の都議様で、子供じゃどうしようもなかった。けどさ、知っちまったんだよ。認知の異世界ってやつ。神様だか悪魔だかがチャンスをくれたんだ。笑いが止まらなかったね。てめえ。別にいいだろ。どうせ奴ら自身だって
薄汚い食うか食われるかをやってんだ。そんな害悪を処理してやったのさ。怪盗団と何が違う？人殺しと一緒にするな！それがどうした？やっと手が届くんだよ。あいつに。あいつが権力の頂点を極め、俺を必要な右腕だと認めたその時に、耳も俺が誰なのかをな。その時初めて、存在自体が醜聞だった俺が奴を支配する。や歪んでいるな、哀れなほどに。あと数週間で全てが実るはずだった。それをお前らが。だがまだ取り返せる。お前ら全員の首があればな。そんなことのために首はやらねえよ。大層なこと言ってるが、要はガキがダダこねてるだけだぜ。この俺に意見すんなよ。指導正義は俺が責任持って生き地獄に突き落としてやるよ。だからジョーカー、お前は安心して。そうだな、語り合う言葉を。ずいぶん余裕ぶっこいてるか調子乗んなよ。こっちはてめえと組んだことがあんだ。手の内なんてほとんど知ってんだぜ。まったく、そのバカさ加減でジョーカーの仲間が務まっ。ああ、ハッタリかましてんじゃ。いいえ、ハッタリじゃない。彼が本当に廃人化や一連の事件の犯人なら、私たちに見せた力だけじゃ。俺の本当の力、殺しがてらレクチャーしてやるよ。メイドの土産だ。奴らを殺せ。誰にも邪魔はさせない。騒がれてる事件は廃人化だけじゃない。人が突然理由もなく事故や不祥事を起こす人間の暴走。真犯人は心を暴走させる力も持っていないと説明がつかない。そうさ。こいつなんかやってくる気だ。答えを見せようじゃないか、ペルソナー。なんだ今の。ロビンフッドじゃない、別のペルソナ。ちっぽけな存在でも心の枷が外れると桁違いの力を得ることがある。侮らないことだね。のやつ何した。敵の戦闘力が上昇してるぞ。あの黒い敵強化状態だよ、気をつけて。この状況は叩いていく。ベルソナ！ぶっ込め！ベルソナ！ベルソナ！
死ぬ。ハンターの体力注意しろ。そうか、大丈夫か。来い。そこか。みんな体力やばいぞ。誰か回復できないか。さすがに今ので倒せるとは思ってない。何しろ一度は騙されて仕留め損な、直接この手でぶち殺すに決まってんだろ。いよいよ来るぜ。ペルソナ向こうの方が戦力が上よ。ペルソナ無理はしないで。ぶっこめ。本当の実なめるな。仕留めろベルソナ。ベルソナ
こいつの暴走させる力、てっきりナビみたいな特別に拾った代物かと思ったが、自前のペルソナの力らしいな。あんな人を操ったり狂わせたりする力を自分自身の心から生み出してたなんて。殺すんだ、殺してやる。もうやめて、相手が違うでしょ。同じ奴を憎んでるのに、なんで戦うの。私たちの首なんか取ったって。あ、だが、俺は指導がどう言うかじゃねえ。おめえはおめえだ、もう分かってんだろ。くそ。私な、たまに考えるんだよ。お前らが仕掛けたメジエドのこと、あれ最低の罠だったけどな、あれがなきゃ今の私多分なかった。要するに、お前ジョーカーのこと気に入ってんだろ。戦う前に笑ってたの、あれ本心だろ。本当の気持ちに従えよ。嫌われたって望まれなくたって、そんなのは。黙れ黙れ黙れ仲間。それが何だっつうんだよ。俺のどこがお前に劣ってるんだ。誰かに望まれるために成績や大人の評判に徹底的にこだわり抜いた。俺は名探偵でカリスマだ。明智君、それが戦歴持ちで屋根裏に住んでるゴミに、どうして俺が、なんでお前なんかが俺にないもん持ってんだよ。なんで俺よりゴミの貴様が特別なんだよ。ありきたりのセリフ吐きやがって。今のは黒い仮面。あやつは来ないのか、あの黒い仮面の。黒いか、誰。まさかパレスに我が輩たち以外の侵入者がいたってのか。もしかして金城が言ってたのも。パレスを利用すりゃ金儲けなんてし放題だろ。教えといてやるよ、パレスを使って好き放題してるやつが実際にいる。そいつは現実で何が起きようがお構いなし。廃人化に精神。じゃあ廃人化や今までの不可解な連続事件。ああ、でもいいな。こんなの初めてだ。自分でも驚いてる。お前になら本気出せるかな。俺さ、面白いことを思いついちゃったよ。これやったらどこまでやれるんだ。面白いこと。俺の力、そういや見たがってたよな。いいぜ、全部見せてやるよ。止められねえ。こんな気分は初めてだ。確かに指導の評価なんてもうどうでもいいや。お前らをぶち殺せるか、お前を超えられるのか、それだけだ。
いいぜ、見せてやるよ本当の俺をさ。来いロキー。まただ、あのペルソナ。これはくだらねえ、くだらねえな。正義だろ、仲間だろ、目障りなんだよ、どいつもこいつも。二つの力を使い分けるだと、なんてやった。姿さえ嘘だったってのか。ぶっ壊してやるよ、壊れちまえよ、俺と一緒にさ。嘘やろう、てめえを暴走させやがった。さあ、仲間の目の前で一人一人死んでいけよ。ダメだ、もう正常じゃない、来るぞ。死ねー、世界のゴミの分際で。殺す、壊す、ねじ伏せる。仲間なんて、あいつの新ペルソナの能力は不明。みんな警戒して。この状況はこれだ。ありがとうね、アンガト。悪いな、ペルソナ。ガチだからね。ロキ、くらえ。そな、くらえ。ペルソナ、ぶっ込め。スカルがヤバそうだ。はい、うん、ありがとう。助かったぜ。無理はしないで。そんな、
せよ、ロキ。この技じゃない。向こうの方が戦力が上よ。無理をしないで。ペルソナアールバディ、そこか。
もういいだろ。分かってる、懲りたよ。いいよな、お前は。仲間に囲まれて認められてさ、しかも指導が罪を告白したら、お前らは英雄だ。俺は過去の推理が自作自演とバレて、名声も信用も全部消えてなくなる。なるほどな。自分で暴走させたターゲットの事件を自分で解決させてたってこと。それも指導と手を組んでな。結局特別な存在になる。十分すぎるくらい特別だろうが。悔しいけど、知恵も力も私たちの誰より優れてる。あなたに勝てたのも全員で挑んだから。私はあなたの才能が羨ましかった。お姉ちゃんに信頼されてるのが悔しかった。お父様のことを許すつもりはないけれど、あなたのことをわからないわけじゃない。奪っていった大人を見返したいっていう気持ち。だがいざ叶える力を得た時、お前は自分のためだけに使った。つーか、一人で複数ペルソナとか、お前多分ジョーカーと同じ才能もあったんじゃ。なのに人生ソロプレイだったから、目覚めた力は自前の嘘と恨みのたった2個だけ。でもそれで十分って思ってたんだろ。わかる、そこはすっげーわかる。そいつが多分全てで勝るお前に唯一なかったものだ。よし、戻って予告状だな。俺たちは指導をぶっ倒す。お前これからどうすんの？邪魔されんのは困るし、いっそのこと一緒にけじめつけに行く？バカなのか？邪魔が嫌なら俺を始末すべきだろ。理解を超えてるよ。明智、もう一人だと。まさかこいつ指導の認知症の明智か。お前らは後だ。指導船長の命令だ。歯医者に用はないってさ。まあちょっと予定が早まっただけだ。どのみち選挙が済んだら始末する予定。何？散々殺しを受け負ったくせに自分だけは大丈夫と思ってたのか。まさか頼られて内心舞い上がってたわけじゃないよな。ああ、船長から伝言だ。他人を廃人化させてきた報いを受けろ。てめえでやらせといて。なるほどな。前から疑問だったんだ。もしもこのパレスで俺が本気で暴れたらどう。お前がその係、同じ顔した人形に殺させるってわけだ。あの男らしい。そうとも俺は人形さ、何だってする。けど俺が人形なら本当の人形は
認められたかったんだろ、愛されたかったんだろ。お前はさ、花から人形だったんだよ。てめえ！これが、シドウが考えてる明智五郎。ひどい、ひどいよ。今からでも遅くない。一緒に改心させよう。たとえ実の親でも。ううん、実の親だからこそ。ごちゃごちゃうるさいな。先にお前らからやってやろうか。しまった、あいつ一人じゃない。なんなら誰か身代わりを志願しろ。少しはこいつの死が遠のくかもしれないぜ。この野郎。誰かのためがモットーなんだろ。ああ、俺と同じだな。俺も船長のためならいくらでも罪をかぶって死ぬ気だし。手伝わせた上にこんな風に思ってるなんて。そうだ、最後のチャンスをやるよ。俺は本当にバカだ。そう、それが船長の望むお前だ。勘違いするなよ。消えるのはお前だ。お前らだ。見捨てていけばよかったのに。こいつら相手に今の俺を抱えてちゃ全滅だろうが。明智くん、代わりに取引だ。まさか断ったりしないよ。お前こんな時に。指導を開始させろ。俺の頼む。我は泣きづきま。よし。よし。最後の相手が人形だった。悪くない。明智くん、モナ、開ける方法。反応がもうない。雑魚どもの分しか感じない。やるぞお前ら。これ以上シドウみたいな悪党のさばらしちゃおけねえ。絶対に、絶対にだ。くそ。
書くか。